これは携帯電話がなくてはならない一家の物語である。もしもし、お母さん、いただきます。はい、どうぞ。もしもし、お母さん、いただきます。急いで食べて出かけなさいね。うん、わかった。母さん、今晩はまた接待で遅くなるから。毎日大変ね。ああ。もしもし、お父さん、毎晩毎晩接待ってお母さんのことも少しは考えなよ。何、お前何が言いたいんだよ。毎晩お父さんのこと待ってるか、お母さんがかわいそうだと思わないの。どうは言ったって、お前、俺だって仕事なんだから、ね、家族のことも考えてよ。そういうお前だっていつも遅いじゃねえか。いい加減にしろ、お前ら。携帯電話は注意してかけよう。